癌の中で罹患数が最も多い大腸癌。初期症状がほとんどないため、検診受診が大切です。詳しいお話を消化器内科医の下平洋介先生に伺いました。一次検診の結果、陽性さと判定された方は。通常、大腸内視鏡による精密検査が行われます。下剤を飲み、大腸の中を空にして。 肛門から内視鏡を挿入し直接大腸内を観察する方法になりますがんが粘膜局所にとどまっている早期の段階であれば内視鏡切除で治癒することが可能です内視鏡治療は大腸内視鏡を通じて細いスネアやナイフを用い腫瘍を切除します切除の際は痛みも感じず体の負担が少ない治療になります 順あるいは転移した進行がんに対してはそのステージや全身状態に応じて外科手術抗がん剤治療放射線治療また場合によっては緩和治療などが選択されます一般的にはステージが進むにつれ治癒率が下がり根治治療が難しくなってきます全がん病変である大腸ポリープ早期の大腸がんは 内視鏡切除ができれば高い確率で根治できます早期発見・早期治療が大腸がんの治療において最も重要です検診をしっかり受けて早期のうちに大腸がんを発見できるようにしましょう大腸がんは早期発見することで治療の選択肢も増え治癒率も高まります定期的な検診・受診が大切です次回も大腸がんについてお伝えします